はいどうも、関西は骸骨サバゲーマーの佐々木です。はい、今回はですね、とある方から突如また荷物が届きまして、ね、何かなと思って開けましたらね、こんなお手紙がですね、はい、じゃんの、このプラモ記念に組み立てられるかなということで、なんか見たことある妖怪の顔が映ってるんですが、その妖怪からですね、こんなものがいただきました。じゃじゃーん、皆さんご存知でしょうか？一時ツイッターでも話題になりました。寿司プラモが届きました。イエーイ、イエーイっていうか、ねえ。まず自分では買わないかなっていう。ねえ、なんか詳しく聞いたらどうもね、酒の勢いで買って、もうノリと勢いで送ってきたらしくて。ねえ、もうある意味挑戦状だなと。でも文字通り挑戦状が届いてるんですけど、文字通り挑戦状がね、届いてるんですけど、ちょっとね、せっかくなんで、だったら、作ってやろうじゃんこということで、今回はこの寿司プラモを作っていきたいと思います。いやー、はい、というわけで寿司プラモを作っていきたいと思います。はーい、こんな感じなんですね。もう完全にあのなんか寿司屋さんね、もうこのタイプの寿司屋さんって、ごめんなさい、私まだ行ったことがなくてですね、回転回る方の寿司屋しか行ったことないから、ちょっと分かるんですけどね、こういうサザエさんとかで見たことあるようなこういうやつですね。で、箱になってですね、はい、なかなか外箱のねクオリティは高いんじゃないかなと思います。じゃあ作っていきたいと思います。中身は、お、これはサーモンですね。サーモンのプラモですね。はい、こんな感じになってます。え、あとはこれなんかの廃材。ねえ、もう見てください、この恐ろしい米粒の数を2枚入ってます。うわー、すごいな。未だ見たことない、このランナーに米粒があるっていう説明書ない感じなんですね。あれ？説明書ないの？マックス364粒。お好みで握ってください。握ってください。あ、説明書ありました。ありましたけどさ。ね、じゃあ、これから大変地味な映像が流れると思うんで、おそらくタイムラプス的な高速でなると思いますが、頑張って作っていきたいと思います。いやー、はい、というわけで今サーモンの上の部分の切り落としが完了しました。はーい、ね、これを多分組み合わせるんですけど、まさか生きててこんなプラモが出るとは思わなかったですよね。はーい、あー、こんな感じですね。はーい、あのあれなんですね、カチッとはまるガンプラみたいにはめたら、あのスナップヒットっていうかね、立ちコンって止まるわけではないですね。もう取れちゃうんですね。ということでプラモ用の接着剤ですね、が必要になってくるというわけですね。今私サバゲー以上に緊張の瞬間でございます。いかにこの手につけないようにするかが大事なポイントですね。はーい、ね、あの作ったことはないんですけど、人の昔の戦車とかのプラモってこんな感じなんだと思うんですよ。微妙に合わせ目も何か荒そうな感じなのが非常にそういう感じで、これどちら合ってるのか、合ってるのか、合ってるよな。ほい。今、これで、上のサーモンの部分が、完成したと思います。ででーん。サーモンの部分が完成したって何？はい、というわけで、恐ろしくも、ね、米粒ランナーがございますが。だから、1個に、1、2、3、4、2、9、10、9、10個が、1、2、3、4やから、36、4個。やっぱり、だから364個ぐらいあるんですね。へー、バカじゃないの。なんで寿司をプラモにしようと思ったんですかね。これはさすがに、ほっそ。なんだ、変更か、やっぱり。はーい。はい、というわけで無事2つ目のランナーも切り落としが完了しました。いやー、はーい、長かったです。30分くらいかけてやりましたね。はい、でこっからどうも、はい、あの先ほどのこちらの上の部分ですね、上のネタの部分も接着剤で止めたように、お米も接着剤で止めていかなきゃいけないということらしいですね。はーい。
パッと見るとね、ちゃんと米に見えるのが腹立ちますね。はい。じゃあやっていきたいと思います。あー、イライラする。はい、制作開始から45分が経ちました。はい、どうですかこれ。結構この寿司っぽくなってきたんですか。ね、横から見ると意外とまだ低いなっていう、このね、意外とこんだけ積もってるように見えて意外と低いんだなっていう。はい、こんな感じでどんどん進めていきたいと思います。はい、こんなもんでいいんじゃないですかね。はい、というわけで、はい、サーモン一丁終わり。こう作ってて思ったのはですね、この、なんと言いますかね、この米の裏側こんな感じなんですけど、米の密度というか、この綺麗な形作るのに、結構ね、なんかこう、途中途中から、だんだんスイッチ入ってきて、このね、ここの接地面というか、ここをね、綺麗に出したいなって思って、やってると意外とこう、なんか交通にはここ米ちょっと詰めとこうかな、みたいな。で、なんやったら、ある程度乾いてきて、で、こう、ちょっとね、握る仕草で、こうキュッキュッキュッてこう整えながらやって、やっとさ完成したのがこちらになるんですよね。はーい、こう意外と作ってみると難しいもんで、あー、なんかこの米ってどういう形なのかって、ね、だん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 この、ね、ちょっとちゃんと米っぽく見えてくるあたりがね、腹立ってくるんですけど、ね、すごいよくできたプラモだなと思います。はーい、ね、皆さんもよかったら寿司プラモも挑戦してみてはいかがでしょうか。ね、ちょっと腹立ってきたんで送りつけようかなと思います。同じ苦しみを味わえばいいという感じですね。ちょっと送りつけたいと思います。というわけで、さっそくチャンネルでした。またねー。